オレオレ詐欺、あの手この手と巧妙に電話で話し、息子孫を装って話すので、じいちゃんばあちゃんパニックになり、振り込み後で騙されたと気づきがくり肩を落とす。パニックにさせて振り込ませる石を自分の頭にあげて、遠くには絶対飛ばないよ、自分の頭に落ちてくる電話見ているよ、必ず天罰受けるんだ。年寄り狙ってる卑怯な手口、オレオレ詐欺、息子孫を装って電話で話し、パニックにさせて振り込ませる、その人の涙はあんたに来るよ、これも大宇宙の法則だ、必ず天罰受けるんだ。Thank you.